市壁飛行場朝飛行空諸壁事務所市壁飛行場は北海道茅部郡市壁町にある飛行橋用飛行場である。トヨタ自動車株式会社が所有する民営飛行場で1992年9月に開業した。運営会社は2011年9月までトヨタ自動車と日本航空が出資するエアフライトジャパンが行っていたが、同社が 大阪府屋尾市八尾空港を拠点とする朝日航空に事業を統合されたことにより、近壁飛行場の管理運営も同社に引き継がれている。運航、休憩、給油、整備施設が完備されており、飛行共用飛行場としては日本最大規模である。大島半島南東部に位置し、東側は内浦湾に近い。定期航空路はないが、軽航空機、ヘリコプター、 グライダーの滑走路として広く利用されている。航空利用以外にも、ラジコン大会、車両展示会、体験試乗会、北海道警察の白バイ訓練や、交通安全教室にも利用されている。レッドバロンエアショー1995年7月29日、及び30日にプレーンズ・オブ・フェーム、航空博物館の所有する霊式環状戦闘機52型及び、 P-51D が開い、展示飛行を実施した。放射線、モニタリング無人機システム2012年から、宇宙航空研究開発機構が、日本原子力研究開発機構が共同で、開発している UAV である放射線、モニタリング無人機システムの飛行試験が2013年3月7日に、実施された。1999年3月4日14時10分頃、 エアフライトジャパン所属のパイパー PA-28 が試験飛行中にエンジン部長となり、内浦湾入り口付近の海面に不時着した。付近を飛行中の両機及び海上保安庁室蘭海上保安部などによって捜索活動が行われたが、機長及び同乗者2名は3月5日に2名、3月8日に1名が遺体で発見された。 それぞれライフジャケットを装着した状態で漂流しており、死因は低体温症による歴史であった。機体は4月17日に海底に沈んでいるのが発見され、21日に押収された。事故原因はデータ収集のために燃料系統に追加された計測機器用の配管の破断によってエンジンに燃料が供給されなくなったためであった。 この配管は適切な技術的検討がなされないまま追加されており、振動などによって疲労破壊した。また、航空法に定められた改造の際に必要な許可の手続きが取られていなかった。ありがとうございます。